こんにちは、ゆはです。今日は誰もが知っている有名な浮世絵、葛飾北斎の波の絵について紹介していきたいと思います。これはもう本当にすごく有名な絵なので、多分誰もが一回は見たことがあるんじゃないかなと思います。いろんなグッズやプロモーションにも使われていて、例えばパスポートケースになったりとか、あと Google のロゴに使われたりだとか、あとはスニーカーになったり、ドレスになったり、あとはビールのプロモーションに使われたりとか、あと一番身近なものだと絵文字にも使われたりしています。と、そんな感じで江戸時代に絵が発売されてから現代に至るまで人々の心を魅了し続けるこの波の絵についてお話をしていきたいと思います。まず初めに言うと、この絵はよく葛飾北斎の波の絵とか北斎ウェーブとかって言われることが多いんですけれども、正しいタイトルは神奈川沖波浦と言います。こちらは富岳36景という葛飾北斎の浮世絵シリーズの中の一枚になります。富岳36景というのは、いろんな場所、いろんな角度、いろんな時間帯から見た富士山を題材とした一連の浮世絵シリーズで、1830年から1833年の3年間かけて描かれた大作で、タイトルには36景って入ってるんですけれども、実際には46枚あります。それでこの富岳36景の中の1枚として神奈川沖波浦があるんですけれども、現代語に訳すと神奈川の波の下という意味になります。この絵の中で波の下というのは2つの意味があって、1つは荒波に向かっていく漁師と漁師を乗せた船、もう一つは遠くに見える富士山です。この絵がどういったシチュエーションなのかというと、漁師たちが江戸に魚を届けた帰り道に荒波に遭遇してしまったという状況です。なので正確なタイトルは神奈川の波の下なんですけれども、この波の部分があまりにも印象的なので、一般的には波の絵と呼ばれていることが多いです。ではこの絵を描いた葛飾北斎についてもお話をしていきたいと思います。北斎は1760年江戸、今でいう東京の葛飾区のあたりに生まれます。それで日本でも世界でも浮世絵画家として知られているんですけれども、では浮世絵ってどんな絵なのかっていうのをちょっとお話ししていきますと、浮世絵というのは江戸時代に確立された絵のジャンルの一つです。浮世絵というのは現代でも同じ意味の言葉があるんですけれども、現代社会という意味なので、浮世絵が題材としているものは市民の日常生活の風景だったりとか、その当時流行っていた役者さんの絵だったりとか、その当時の観光スポット、絶景の名所といったものを題材としていることが多いです。浮世絵はほとんどは版画で描かれていて、中には肉筆浮世絵という筆で描くタイプの浮世絵もあったんですけれども、一般的には浮世絵というと版画で刷られた絵のことを指す場合が多いです。浮世絵は江戸時代に一般庶民の間で大流行していて、値段もそば一杯分というすごく手軽に買うことができたそうです。そんな中、この富岳シリーズも人気の浮世絵の一つで、よく地方の人が江戸土産として購入することも多かったそうです。それで北斎自身が多分海が好きだったんだと思うんですけれども、この富岳の中でも結構海がたくさん登場して、で必ずしもこの神奈川みたいに荒々しい波の様子だけではなくて、海の静かなシーン、穏やかなところ、人間と穏やかに共存しているところとかも結構描かれています。ではこの絵が描かれたのは1830年代なんですけれども、この頃日本は鎖国をしていました。鎖国中は入ってくる海外の情報がかなり少ないので、この葛飾北斎の波の絵も日本画の影響を受けて、日本画の巨匠である琳派の尾形光琳の波の絵からインスパイアされて描いたのではないかと言われています。ただその一方で西洋画の影響も受けているのではないかと言われています。鎖国中でもオランダとは貿易をしていたので、でそこで実際にオランダの商人が西洋の美術品を密輸入していたといったこともあったそうです。この時北斎が西洋画の影響も受けていたのではないかと言われている理由は2つあるんですけれども、1つは構図です。この神奈川の絵では西洋画由来の奥行きを意識した構図の取り方がなされています。例えばここの山の部分は一点透視図法といった遠近法が使われています。この海の部分の水平線はこちらも西洋画発祥の奥行きをつけるための技法が使われています。西洋画風の要素、もう一つは色です。この絵のテーマカラーには紺色が使われています。この色は
紺色やプルシアンブルーと呼ばれる合成色素で、こちらもヨーロッパから持ち込まれたもので、当時の日本にはかなり斬新でした。富岳36景の全シリーズ、全46枚の絵すべてには、こちらの紺色が使われています。それがあまりにも印象的だったので、今ではこの色のことを北斎ブルーと呼ばれることもあります。北斎が生きている間は、北斎の浮世絵シリーズは主に日本国内で楽しまれていたんですけれども、北斎が亡くなってから4年後、日本の鎖国体制も終わったので、それと同時に日本の様々な美術品が海外に輸出されていくようになりました。1867年のパリ万博では、葛飾北斎や歌川広重を中心とした日本の浮世絵も出品され、浮世絵は一気に世界的に有名になります。蓮の花の絵で有名なクロード・モネは自宅に浮世絵風の庭を作ったり、ひまわりの絵で有名なゴッホは浮世絵の模写をしたり、アメリカの女性画家メアリー・カサットは浮世絵風の絵を描いたりしています。また美術界だけじゃなくて音楽界にも影響が及んでいて、ドビュッシーは自身のオーケストラのスコア海の表紙に葛飾北斎の波の絵を使っています。と、こんな感じで葛飾北斎の波の絵、古今東西いろんなところで影響を与えています。きっと今後もずっと人気だと思うし、いろんなところで見る機会も多いかなと思うんですけれども、もしこの葛飾北斎の波の絵を見たら憧れ画法となって思い出していただけるとありがたいです。人の功績に便乗するのは良くないですね。ということで、今回も最後まで見ていただきありがとうございました。もしよろしければいいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。